パイナップルチャーハンの完成です。はい、こんにちは。宝塚にあります中華料理シーファンの松本です。今日は約40年前に一度だけ見たことある、先輩が作ってたチャーハン、これを作ってみたいと思います。同じものができるか、40年ぶりの再現です。どうぞご覧ください。
ただきます。Okay.